輸出加工区とは、設置する国が雇用増大や技術導入、外貨獲得を目的として、輸入関税や法人税などの税制の優遇を行う区域である。一般的に輸出加工区は、IPs と呼ばれるが、別名で自由貿易区や、保税加工区とも呼ばれる。1959年にアイルランドのシャノン空港で初めて開設され、その後、 工業化を進める有効な手段として世界90カ国にまで広がった日本の企業は東アジアや東南アジアの安価な労働力を活かすために投資や部品の輸出を行い、ここで部品を組み立て輸出を行っている。東南アジアではベトナムのハノイ、ハイフォン、ダナン、ホーチミン、太陽国の首都バンコクに近いムアンサムットプラーカーン、軍、 マレーシアのペナン、プライ、ウルクラン、スンガイウェイ、セナイがある。また、インドネシアの首都、ジャカルタやバタム島、フィリピンのバキオ、バターン、カビテ、マクタン島、シンガポールのジュロン工業団地など多くの輸出加工区が立地する。ありがとうございます。